皆さん、京急といえば、こんな車両を思い浮かべるのではないでしょうか。猿でもわかるよう大きく書かれた、線の文字。極限まで凸凹をなくし、120キロの高速運転に最適な前面。そしてこの口と目の空き具合から、高速運転への本気度が伝わる。まさに路地裏の超特急と呼ぶにふさわしいスタイリッシュな面持ちでした。そう。でした。なぜ過去形なのかって、そうです。これはもはや過去の話です。昨日、京急公式ホームページより、3月末のダイヤ改正と新造車両に関する情報が公開されました。ですが、何なんですかこのやる気の1ミクロンも感じられない顔は、ちょうどいい自己主張の、線という文字は細々と書かれ、形式番号のプレートといい、前照灯の継ぎ目といい、そしてこのホロの飛び出方といい、凹凸だらけの前面、なんといっても目が小さい、なんというか、しょぼしょぼしてる。これでは路地裏の超特急の影も形もありません。最初の感想は、今までの車両が、やる気満々の新人社員、だとしたら、なんというか、やさぐれた中堅のおじさん、ですよね。新造車両なのに。まだ言い足りないが、急ごしらえの台本ではこの程度のジョークが下じゃなかった。今回は何もそんなことを言いに来たんじゃありません。皮肉たっぷりの外装とは裏腹に、車内は京急の最新技術と初の試みが詰まっています。そこで本日は、本来の動画公開スケジュールにないものなので、番外編として、京急の報道用公開プレスの内容に従い、ダイヤ改正情報を含め、主の考えを若干織り交ぜつつ、ご紹介していきたいと思います。なお、この1890番台に関しては、違和感はあるかと思いますが、新鮮型であることに変わりはないので、新型車両ではなく、新造車両と表現します。それでは、どうぞ。今回の新造車両は、新鮮系の1890番台、4両編成2本です。車内には京急電鉄で初の要素が3つあります。1、トイレの設置。京急は品川から三崎口まで、快特を使えば65分とさほど長時間路線ではありませんが、車内サービス向上のため、2号車に洋式。3号車に男性用トイレを設置。新造車両が充当される予定のモーニングウィング3号は、上大岡から品川まで35分間停車しない上、途中下車はできないので、便利になるはずです。2、自動回転式シートの採用。自動回転式シートとは、その名の通り座席が自動で回転し、クロスでもロングでも使える優れものです。KO ライナーや TH ライナーで用いられるなど、最近流行りの座席です。これを採用したことで、ライナー運用後折り返して普通列車として運行することも物理的には可能です。3、前席コンセント。画像が不鮮明なのでまだわかりませんが、おそらく座席の土台の部分にコンセントを2口設け、どの座席でもコンセントが利用できるようになります。仕様ではロングでもクロスでも利用できるとあるので、こんな感じで設置されるはずです。そして新造車両では、あれがいよいよ復活します。かぶりつき席、元は舞台用語で、昔の歌舞伎の演目で演出上使う水がかからないよう、最前列の客にかぶり物をつけさせたことに、その名が由来すると言われています。鉄道車両において前面展望は歌舞伎でいう演目です。それを最前列で見る。この座席もまた、かぶりつき席と呼ばれています。3ドアの列車ではよく見られる光景ですが、京急では長らくかぶりつき席を備えた車両が生産されていませんでした。しかし今回の1890番台では伝統のかぶりつき席が新造車両としては、実に14年ぶりに復活します。皆さんもぜひ、時速120キロの演目をかぶりつき席でお楽しみください。さて、ここからはダイヤ改正について触れていきます。改正実施日は3月27日。14日ではないのでご注意ください。内容は主に終電時刻の変更です。下り三浦海岸行きは18分、久里浜行きが30分、金沢文庫行きは成田空港発のダイヤが変更になり29分繰り上げ、浦賀駅、羽田空港駅は5分、逗子、葉山行きが14分繰り上がります。その終電前にはこちらの列車が増発運転されます。上りに大きな変更はありません。そして新造車両が充当されるモーニングウィング3号は、5月6日木曜日から8両編成に新造車4両を足した12両編成で運転します。これで当該列車は128席のプラスになり、時差出勤の後押しになります。
当私が馴染っていた前面のホロですが、前面中央の貫通扉はすでに1800番台で導入されており、もしかすると今後はあれを京急のニューノーマルとして、いずれは連結部の通り抜けが実現するのかと思っていますが、京急では朝ラッシュ時盛んに行われる連結作業をスピーディーに行う工夫として、わざと貫通扉を使用していないので、もし貫通扉やホロのセッティングをしたいのであれば、それを考慮したダイヤ改正が必要です。しかしそれは、朝ラッシュ時行うには時間がなさすぎます。よって、それはありえないでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは、鉄道に限らず交通関係の情報をお伝えしています。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録も、よろしくお願いします。